はい、表現者たちのコーナー、今日は大田原の、栄町公民館、なんとも味のある公民館なんですけれども、そこで今日は、ここで、似顔絵を、生徒さんに教えている、似顔絵作家の吉崎光則さんに来ていただきました。今日はありがとうございます。まあ一応彼と私が中学時代の同級生ということもあって、無茶ぶりをして今日出ていただいたんですけれども、後ろの方にまず似顔絵のね、作品が置いてあります。これは彼がここで、似顔絵の講師をして教えた生徒さんたちの作品です。で、彼の作品も一番上の方にもあるんですけれども、その辺の作品もあとでちょっとその辺の経緯も聞きながら、話を伺いたいと思います。まず似顔絵との出会いというか、それ以前に漫画との出会いの方がきっと古いのかな。まず絵を描くきっかけとなったものは何だったんですか？物心ついてた時にはもう庭に、まあ、あの木の枝で、落書きっていうか絵は描いてたんですけど、まあ、漫画との出会いはやっぱりあの物心小学校入る幼稚園の頃に、親戚に行った手塚治虫の作品との出会いですね。まあ、字もそんなに読めなかったんだけれども、うん、読めないなりにあのリズミカルな音楽のようなタッチの流麗な世界に引き込まれてどん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 入っていったっていうあの強烈な体験がやっぱり原体験ですね。初めて聞くんですよね。ちなみにそれは何歳の頃ですか？何年生？ 6歳か5歳の頃ですね。ちなみにその漫画はじゃあ手塚さんの何？ゼロマンです。ゼロマン？リッキーって尻尾に人間の形をした少年で、うん、お尻に尻尾のあるキャラクターの作品ですね。それがすごく衝撃的だ。そうですね、やっぱりあれが一番の原体験になって、それから小学校6年の時に、あの時は少年チャンピオンが一番元気で力があったりしたので、その時にやっぱりまた手塚治虫のブラックジャックで出会ったのがまた決定的だったんですね。我々の頃はその、ね、少年ジャンプとか少年チャンピオンとかね、サンデーとかね、その辺が全盛の時代でしたからね。じゃあご多分に漏れずブラックジャックにかなり。そうですね。あとまあ中学1年行ってからまた溝口さんも水島新司のドカベン好きで、よくノートとか書いてましたよね。それでお互い学校行事の学級新聞コンクールで、あのそうやってお互い漫画の腕を競い合いながら学級新聞作りをして、優秀賞最優秀賞をもらったっていうのはやっぱり一つのまたそういう体験を深める上でプラスになったと思います。あの高川中学校とはいえね、あの学級新聞っていう紙面を構成したりね、はい、そこにカットを入れたりとか、どういった企画を入れるとかっていうのは非常に今も通じるものがね、今思うとあったのよね、それはね。でその辺から中学時代からね、彼はねやはり絵をよく描いていまして、まあ、中学校2年にぐらいになると金田一耕助のねシリーズがあって、よく彼は金田一耕助の似顔絵、似顔絵っていうと変なんですけど、想像上の金田一耕助をドアップで描いたりとね。あれは模写ですね。あれは角川文庫の模写です。角川文庫の中にそれが石坂浩二君。私はあれはあれもう作家の作品をそのまま模写したっていうだけですね。全然オリジナルではないです。でもその辺からその似顔絵に通じるものもあるいはあったのかもしれない。そういうのはありますね。でも最初から彼は似顔絵作家を目指していたわけではもちろんなくてね、そういう漫画、あとストーリー、彼はこう見えてもね、実は演劇を昔やっておりましてね、小学校の頃はね、ガード下の靴磨き、中学校の時は赤ずきんちゃん食べちゃうぞ、で3年生の時は野党校仮面っていうね、並々ならぬものをね世に出しているという、実はね、そういう方でもあるんですけれども、でも今日は一応ね漫画と、表現者ということなので、
この似顔絵ということでもうちょっと話を聞きたいと思いますが、で似顔絵との出会いですね。今度はねちょっと急に飛びますけれども、中学校時代の話は一応そんな風にしておいて、そうですね、まあ、漫画とかを描いていたわけなんですけれども、似顔絵の方にこう転じたきっかけは、はい、そうですね、ちょっと43の時もう父がちょっと体の体調を崩して、ちょっと病院の送り迎えをしなくちゃならない部分もできてきたんで、それでまあいろんな事情からまあ会社も退職しまして、送り迎えするようになって、時間的に余裕もあって、ちょっとやっぱり似顔絵の通信教育やったっていうのが大きかったですね。まあ似顔絵はまあその都度都度都度やってましたけど、そういったカリキュラムにのっとってちゃんとした先生の下で理論から学んだっていう体験が大きくて、また東京の似顔絵教室を通って聖恒夫先生の似顔絵教室に行ったっていうのが大きいですね。先生の似顔絵教室のその先生が聖恒夫先生っていう、そうです、石の森章太郎のアシスタント、森田健二先生のアシスタントをやられてた先生ですね。何年間ぐらい最終的には通って、そうですね、まあ半年くらいですか。それでもある程度まである程度というか、まあ、東京 の、 そのいろんなやってる人たちの交流で刺激を受けましたね。あの先生に作品見てもらって、平和島協定上のイベントで似顔絵あるから来て描かないかって言われて、あの教室に寝泊まりしていいからあの参加しろって言われて、それがデビューです。そうですね、似顔絵デビュー。そうですね、一番最初に描いたのが赤ちゃんで、本当にもう赤ちゃんが準備してないんで、それを見て、あの冷や汗かきながら描いたっていうのが、あのすごく鍛えられましたね。で2番目が双子だったんですよ。はい、女の子、男の子だった女の子を今は覚えてないんですけど、双子の似顔絵作って大変だよね。同じの2枚描くようなもんだよね。そうですね、はい、ちょっと慣れない中で1枚の中に2人描くっていうのが、やっぱりそういうのがやっぱりちょっと苦労した部分もありましたね。それからもうずっとね、あの似顔絵描きをやっているのを私は固めてみたり、一緒に、ね、あのマルシェに参加してもらって、友愛の森の道の駅でね描いてもらったりね、あとリンドコロイヤルホテルのロビーでね夏休みに描いてもらったりしていますが、誰がそこまでは勢いただ勢いで描いたっていうだけですね。でもそうやって似顔絵を描きながら相手のね、いろんな歴史を、その人の過去の自分の中の歴史を、ね、話を聞いたりしながらちょっと描く作業だね。似顔絵の面白さってそういう部分が黙ってるわけじゃないですよね。やっぱり男男性の方だったら、このシワっていうのがやっぱり人生の年輪を表してますから、うん、やっぱり男性の男のシワっていうのはやっぱりいいですね、描いてて味わいが濃くて、女性の場合はシワは必要最小限しか描かないっていうのがもう鉄則だっていうか、マニュアルで、もうそれは思い今まで描いてて、それは勉強しましたね。で俺聞いたところによると、山本ほら一郎六さんのところの船に乗ってた人でしたっけ、まあ、同じ戦争の話を、そういった方の話聞いたこともあって、ね、うん、あのそれもすごくあの印象に残ったエピソードですね、あとは松下幸之助さんに、なんかの会社で、まあ、直接かどうか知らないけども、なんかいろいろと、あの薫陶を受けた方で今独立して、スカイツリーのいろいろ関係に加わった、あのその後独立して何かやった会社長さんの話ですか、那須にそういった別荘というか自宅か、もう今引退されて息子さんの娘さんの婿養子にこう後を託して、
そういう方の話もすごく印象に残ってますね。一番未だに忘れられないエピソードはありますか、似顔絵描いてて。まあ似顔絵のじゃなくて、私やっぱり一番の、うん、あの強烈な印象っていうか自慢できるのはやっぱり、うん、この肉眼でやっぱり手塚治虫がやっぱりマジックだったんですけど、こう描いてるところを同じ空間で見ることができたっていうのがやっぱり一番の財産になってます。それはいつぐらいどこで？昭和62年の頃だったですかね。手塚治虫があの朝日新聞社でやってるあの朝日賞を受賞して、有楽町のマリオンで、うん、朝日ホールだったですかね、うん、手塚治虫監督作品の森の伝説、うん、オンボロフィルムだったですかね、うん、チャイコスキーの4番かな、悲壮をバックに、それはアニメの手書きの落書きの絵がだんだん動いていって、それがアニメの動きとなって、それはすなわちそのストーリーはアニメの歴史まで表してるんですよね。その動物の動きが、その動きが結局なんかアニメ自身の歴史を表してる、そういう構成だったんですよね、ちょっと間違ってた。あと展覧会の絵もやりましたね。手塚治虫展っていう展覧会、いや、あの手塚さんが朝日賞を取ったんで、うん、公演やるのと第一部と第二部の構成が分かれて、うん、第一部が公演だったか第二部が映画の上演だったか分かるんですけど、うん、そうですね、あの時見てて行って正解だったんですね。直接お会いしたそうですね、まあ、その頃吉祥寺に住んでたんですけど、うん、お金がなくて電車賃もなかったんですけど、まあ行ったと、あの500円玉しかなかったんですけど、パチンコで2000円ぐらいにして行ったっていうのが今としては懐かしい思い出です、ね、そっちの印象の方がね、結局似顔絵に限らずね、吉崎さんの、まあ、モチベーションの源になってるっていうことでしょうかね、手塚さんとの出会いと。まあそうですね、今はもうやっぱり手塚さんの存在っていうのはやっぱりストーリー漫画っていうかの開拓者っていう部分で、それから今劇画っていうふうな感じで、まあでも漫画っていうのは今国際語になってますから、フランスでも漫画っていうのが一つのこう言葉としてもメジャーになってますから、でも漫画っていうのは結局劇画的なタッチなんですよね。ああいう丸っこい線っていうのはどうしても昭和のあの時代のあのレトロっていうか、ああいうタッチで描くと今の編集者からはあの昭和の夏メロタッチだねって言って、あのあんまりいいイメージは持たれないですね。今の流行りのそうガンダムみたいな、ああいうタッチっていうんですか、そういうのがやっぱり喜ばれますね。だから私はどっちかというとギャグ漫画調の、うん、そう丸っこいタッチが好きなんで、そういう葛藤は書いててありますけども、そういうのが書いてて楽しいんで、うん、じゃあ今もその昭和レトロ調のタッチで、まあ、漫画の方も書いているという。そうですね、まあ、あえてね、理想というのはやっぱりブラックジャックのあの短編のああいう世界観ですけどね、うん、なストーリーという、まあ、まあ長編でいうとやっぱり火の鳥の太陽編ですね、うん、うん、でしょうね、ではね、うん、あと何でしたっけ、大島由美子さん。そうですね、大田原っていうとやっぱり触れていっちゃうね、あのやっぱり出身で、まだ知られていないこと、我々大田原中学校のやっぱり先輩ですから、うん、あ、そうなんです、ね、うん、大島由美子さんはどんな漫画を描いてた方ですか。きっと知らない方いっぱいいると思う。私やっぱりリアルタイムでいうとやっぱり、うん、映画化されたグーグーだって猫であるので、グーグーだって猫である、そうですね、うん、彼女がやっぱり吉祥寺にお住まい、今も吉祥寺にお住まいだと思うんですけど、うん、それで飼ってた猫のエピソードを映画化した、そうです、まあコミックエッセイって言っていいジャンルだと思うんですけど、うんうん、でそれで犬堂一新監督が映画化したんですよ、やっぱり大島由美子さんの熱心なファンで。それであの主人公の女の子が
高校生の時に、まあ、大島さん大田原女子校出身ですから、田んぼの中を自転車に乗って文具店に漫画を描くためのペンを購入するシーンがあるんですよ、うん、それがすごく印象に残って言われている。まあ、自分の高校の時にはそこまでは行ってないんですけど、まあ、大学の時にボールペンで書くぐらいだったんですけど、そうやって彼女の場合は短大に進んで、それから編集者とか持ち込みになるわけなんですけど、その、ああいった何て言うんですか、ファンタジックなああいうメルヘンタッチな世界っていうああいう感性の持ち主が同じ大田原に住んで出身でいらっしゃったっていうのがすごく、うん、興味深い。モチベーションが上がる、まあ、モチベーション上がるとはそこまでは言いませんけど、うん、やっぱり宮沢賢治を育んだ、うん、花の巻、うん、今も、宮沢賢治の命日の9月21日には、うん、賢治祭っていうのをやってますから、うん、本当にこう続いてこう賢治っていうのをいかにみんなが慈しんで、ああいった地元の小学生たちの演劇朗読にしても、なんかそういうのがすごく印象に残ってまして、でも、もうこの大田原っていうのも今やっぱり U 字工事が出てますから、漫才とかそういうお笑いっていうか、そういうのを街づくりっていうか、そういうので今やってますけど、でも私としてはやっぱり大島由紀子さん、まあこの間余市伝承館で作品展やったの、やってましたけど、元旦那と文藤俊海さんと一緒に、まあ今ご存命ですけども、そうですね、大田原出身の人たちを少しも盛り上げながら ね、観光の一環として使いながらね、この間ペンクラブで池田理由子さん来られましたけど、ちゃんと大島由美子さんのことは言ってましたね。同期で少女漫画の黎明期を支えてきたというと、萩尾元さんとか竹宮恵子さんと共に、やっぱり大島由美子さんの名前をしっかり言ってましたね。泊まった旅館のおかみさんが、私大島由美子さんとは学生時代机を並べてたんですよっておっしゃってましたね。きっと漫画家、漫画が好きな人にとってみたらすごい話をきっといっぱい大田原にはあったということでもにもなるんでしょうね。そうですね。じゃあそういうよしも漫画の方、今後は人間を私はもう本当にもう末端にいる存在ですけど、うん、でもやっぱり漫画を描いていこうと、まあそうですね、うん、まあ少しずつも描いていって少しでも自分の世界観を広められたらいいなと思って、この間も4コマ漫画を、うん、しこしこ書いたやつを投稿したんですけど、まあ、そんな自分のレベルでできるレベルでやっていこうと。栃木朝日にね掲載されてましたよね、まあ、おかげさんでなんとか、いろんな賞にもねポソッポソッと入ってるみたいで、そうですね、まあ、その作品がね、まあ、見られるといいんですけどね、まあこういうところで見てもらうよりはどっかでこう検索すれば、まあ、見られるのが一番の作品としては自然な形なので、まあ、一応この境町公民館で似顔絵コーナー、なんていうタイトルだったか、似顔絵コーナー、いや講座名は何ていうんですか、似顔絵を、似顔絵講座っていうんですね、特別そんな講座名もないんですけど、大田原の西区の文化祭で似顔絵描いてましたら、こちらの西地区公民館の方が声をかけていただいて、ぜひ教えてくださいって丁重にお申し出があったんですから。でそれは、週何回やってるんですか。それはここでのまず基礎編ということで4回講座で、やらさせてもらって、それでまたやりたいっていう方が今度応用編っていう形で、それが今3名の方と一緒に
月1回ということで、うん、月1回やらさせていただいて、何曜日の何時ですか一応、まあ、第1木曜日の2時からということで、うん、第1木曜日の2時から、まあはいはい、でも、うん、皆さんの都合で、まあ、若干流動的なもの、ね、そんな感じですね、うん、じゃあその似顔絵こう歌をしながら、はい、で漫画を描きながら、はい、今後の方向性としては一応自分の描いた漫画を投稿しながら、まあまあね、あとまあ毎年1回新潟漫画大賞にはもう今年3年応募して、うん、まあ入賞はしてるんですけど、新潟漫画大賞入賞まではまだあと一歩ですね。入賞はしてるの？入賞はしてません。入選レベルです。入選の上が入賞なんですね。そうです、はい、それもじゃあぜひ今後のライフスタイルの一環としてそうですね続けていってください、はい、ありがとうございます。まあ、そういうことで、はい、はい、じゃあ今日は、一応似顔絵表現似顔絵作家の、吉崎光則さんに来ていただきました。ありがとうございます。どうも失礼いたしました。